ニコピロスマニ、1916年、ニコピロスマニは19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したグルジアの画家。放浪の画家あるいは孤高の画家と称される。グルジア東部のミルザーニの村で生まれた。後に、飛びリ市に出て、グルジア鉄道で働いたり、自分の商店を持ったりしたが、体が弱い上に人付き合いがうまくいかなかったため、長続きしなかった。その後、 独学で習得した絵を描くことに専念するようになった。彼はプリミティビスムあるいは素朴派の画家に分類されており、彼の絵の多くは荒野に佇む動物たちや食卓を囲むグルジアの人々を描いたものである。彼はグルジアを流浪しながら絵を描いてその日暮らしを続けた。一旦はロシア美術界から注目され、名が知られるようになったが、 そのプリミティブな画風ゆえに新聞などから幼稚な絵だという非難を浴びてしまった。失意の彼は1918年貧困のうちに死去した。生誕125周年記念切手ジョージアの一、ラリシュ兵士のングルジアでは国民的画家として愛されるようになったほか、ロシアをはじめとした各国でも有名である。1969年にはパリで大規模な解雇展も開催された。 その生涯は映画化もされ、ソ連では1969年に電気映画、放浪の画家、ピロスマニが1985年にはドキュメンタリー映画、ピロスマニのアラベスク、現代、ファイ、日本公開は翌年が公開された。また、ソ連では1991年に生誕生誕125周年を記念する肖像入り切手が発行された。 独立後のジョージアで発行されている一ラリ紙幣にも、その肖像が使用されている。2011年刊行、放浪の画家、ニコピロスマニでは、日本在住のジョージア人による評価が述べられており、遺伝学者、アレクサンドーレ・レジャバは、ピロスマニについて、人々を慈しむ愛の象徴と言及している。女優、マルガリータ、グルジア国立美術館ピロスマニは、1894年に、 彼の街を訪れたフランス人女優マルガリータとのロマンチックな出会いで知られている。彼女を深く愛したピロスマニはその愛を示すために彼女の泊まるホテルの前の広場を花で埋め尽くしたという。やがて放浪の旅に出たピロスマニは15年後に女優マルガリータを描いた。このエピソードはアンドレイ・ボズネセンスキーの詩によって有名になり後に日本でも 100万本のバラとして知られる歌となってヒットした。ただし、このロマンスの信憑性については疑義があり、1975年にピロスマニに関する研究書を表したエラストクズネツオフは、その著作の中でマルガリータの実在性に強い疑問を提していた。また、山内茂美も2002年の著作において、ピロスマニにマルガリータという名の恋人がいたことは、 認めつつも、彼女がバラの花を愛したとか、ピロスマニが大量のシンクのバラを送ったといったエピソードはボズネセンスキーの創作であるとしている。ありがとうございます。